ウェルカムトゥーヒーリングモーセ。はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。いつも見ていただいている皆様ありがとうございます。もうすぐモーセ姫のチャンネルは今年の11月で4周年を迎えます。本当にありがとうございます。そして初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。上げ下げなしにはっきりとお伝えいたします。さて今日なんですけれども、久しぶりの復縁リーディングとなります。今日どういうことを見ていくかというと、まずあの人があなたに対する思い、現在の未練、まずそこから見ていきます。そしてあなたとあの人が再び接近する可能性があるか、そしてその後どうなっていくのか、あなたとあの人の復縁の可能性をズバリズバリ、そして、復縁の可能性、連絡が取れる可能性っていうのも何月何日っていうところまでしっかりと出していきたいと思っています。背景を選んでいただきたいのは3択です。一番左の方が1番、真ん中の方が2番、一番右の方が3番です。はい、一番左の方、愛がきらめく、はい、これが1番の方。そして2番の方、愛される喜び、これが2番の方。そして3番の方、愛の循環。はい、じゃあこの中でピンときたものからお選びください。本日も心を込めてリーディングいたします。はい、じゃあ早速1番の方見ていきたいと思います。あの人が他に抱いている気持ち、現在の未練など、はい、そこからまず見ていきたいと思います。もう少しシャッフルします。はい、じゃあ行きましょう。あの人の気持ち、あなたへの思い、そして現在の未練見ていきます。はい、まず出たのがソードの6リバース。月、聖地、デビルの聖地。まずこれが今こうあの人がこう頭の中で考えているあなたへの気持ちなんですけれども、まず、これはねすごくはっきりお伝えできるかなって思ったのが、あの人はあなたのことを忘れていません。逆に忘れられないって感じ。あの人が心が少し宙に浮いているところはあるんです。ふわふわしてはいるんだけれども、こう、忘れたいとか、離れたいとかそういうのじゃなくて、すごくあなたのことは、あなたのことを考えている。むしろなんかこう夜とか例えば眠る時とか特にこういろいろ思い出しちゃうっていう風な感じがすごく出てるかな。そしてあの人の心も若干チューブラリーなんですよね。むしろ一番のあなたが
自分のことをこう忘れてしまったらどうしようとか、そういう形のネガティブさが出ていて、こうあなたのことを諦めきれないって感じで出てるかな。まずあの人の気持ちとして。こうだからって言ってまだこれ相当の6のリバースなので、お相手様自身がきちんと自分の方向性、舵を取れないんですよね。どの方向に行けばいいんだろうっていうのが分かっていないから、連絡をすることもできないし、でも待ってる部分はあると思う。このお相手様から今なんか動こうにも動けない、でもあなたのことすごい考えちゃうっていうところはすごくあるので、まずね、ここだけ見ると、今のところまだね3枚しか出してないんですけど、あ、可能性これあるんじゃないかなと、思いました。じゃあ行きますね。次はここ中間意識になります。さあ、ここであの人の気持ちがどうなっていくか。カップの7、正位置。コインの5、リバース。ソードのキング正位置ですね。まず、あの人が、少しね、これ気持ちが少しずつこう深いところを見ていってるんですけれども、仕事だったり、例えば家庭だったり、なんかこうそういうところで、あの人が忙しさを紛らわせてるような気がします。こう、あなたのことを、やっぱり、もうここでね、すごく忘れられないっていうふうに出ていて、でも、もう今、自分がやるべきことを、なんかこうやっていって、こう、あなたのことをこう考えないようにしてる。むしろ、忙しくしたいっていう感じで、こう、仕事で、ごまかしてるというか、そういう部分が、中間意識では見えたかな。じゃあ今度は、まあ今から本音と、あと、あの人の未練。ここをね、見ていきましょう。あの人の未練。カップの2のリバース。カップのナイト、リバース。おお、世界が出た。世界の正位置が出ましたね。これ、ね、まあ、カップの2。まず、もう、はっきり言いますね。あの人は、あなたに対して、一番の、あなたに対して、むちゃくちゃ未練がある。むちゃくちゃ未練がある。もう、よりを戻したい、やり直したい。むちゃくちゃある。で、ものすごくあるんだけど、で、ここ両方カップっていう感情とか愛情を表すカードが出てるから、あの人の中で、こう、思い、愛情、なんかこう、好きっていう気持ち、これはあの人の中にありますよ。もう一回やっぱりこう、通じ合いたいとか、あなたに会いたいとか、こう、可愛い、優しいとか、素直な気持ちとか、心がほっとするとか、そういう気持ちがね、お相手様の中にあるんですよ。で、もうここの、いわゆる本音というか、あの人の未練のところに世界の正位置が出てるから、もうすごいです。世界の正位置とデビルが出てるから、もう好きでしょうがない。やり直したくてしょうがない。でも、なんかこう、その勇気が、このお相手様はないんです。自分が、例えばこう、拒否されたらどうしようとか、ちょっと周りがうるさくてごめんなさいね。窓全部閉めてるんですけど。なんかそう、自分が、拒否されたらどうしようとか、こう、愛情っていうのはあるんだけれども、このお相手様自身が、やっぱりこう、不安な気持ち、
こう、このままよりを戻すっていう流れになっていいのかっていう風な感じ。そこでね、迷ってます、あの人が。好きって気持ちがあるんだけど、やっぱりこう離れた理由、別れた理由っていうのが、もしかしたら他の異性の影だったりとか、複雑な恋だったりっていう、こう根本的な問題が解決ができていないのかもしれない。だからこそ自分のこう感情だけでよりを戻したいとか戻せるとか、そういう問題じゃないっていうふうに、この一番のお相手様が言ってるみたい。でも許されるのであれば、連絡を取って気持ちを伝えて、もうきちんとよりを戻したいっていう気持ちはすごく出てるかな。うん、ちょっとこのカードでもね、うん、エンジェルアンサーで、あ、ロマンスエンジェルオラクルカードでも見ていきましょう。ね、かなり強い、あの人の気持ちが見えたな、一番の方。うん、かなり強いと思いますよ。はい、うん。まあ、これで、ああ、コントロール。ね。コントロール、問題をコントロールしたい、解決したいっていうふうに言ってて、そして、うん、こう、あなたを守りたい。あなたとの愛を守りたい。はい、本音が、ね、ニューラブって言って、やっぱりあなたにもう一度やっぱり告白したいとか、気持ちをやっぱり言いたいっていうことは言ってるので、これをトータルで見ても、まずお相手様が何かこうやっぱりこう二人が離れた原因、別れた原因のこう問題となるもの、それを解決しないといけないっていうふうに思っている。でも、そこが解決がまだできていないからこそ、素直に動けない。でも、あなたにへの気持ちっていうのは、もう離れるとかじゃなくって、もうこう永遠と炎が燃え続けているような、そういう部分があるんですよね。で、今この方は本当仕事だったりそういうことに一生懸命頑張っていて、で、仕事を頑張ることによってその間はあなたのことを忘れられる。でもあなたのことは大切に思ってる。そして本音の本音の部分、未練っていう意味ではやっぱりあなたにきちんともう一度気持ちを告げたい、告白をしたい、復縁したい、付き合いたい、そういう気持ちがすっごく出てますよ。そしたら、じゃあ今から、じゃあ二人の、じゃあ実際の流れ、どうなっていくの？はい、じゃあ一番の方、今度はルノルマンカードで見ていきます。お二人が再び接近する可能性があるかどうかってことなんだけど、なんか一番の方はですね、こうお相手様の、まあ、状況次第というか、気持ちはすっごく強くあったんだけど、これがこう複雑な恋だったりとかしてると、流れがね、お相手様がこう素直に気持ちだけで動けないから、誠実な人ほど、だからそこ次第かなって感じがします、お二人が再び接近する可能性があるかどうか。いいかな。これダブルルノルマンです。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ二人が再び接近する可能性があるかどうか。まずクローバー。今これ現状なんだけど、棺桶が出てるから今離れてる。離れてる、別れてる。未来にコウノトリが出ました。そしてあなたへのアドバイスがキーという。なんか次の扉、こうお二人が解決、問題解決ができる
その解決力とかヒントとか、それを大切にしてって言っていて、こちらがお相手様の気持ちね。ネズミ、そしてあなたの気持ち、カマ、むちゃくちゃショック受けてますね。そしてさあ、マウス、接近ができるかどうか、ヘビか、やっぱりね、複雑な関係の方が多いのかなと思いました。あと1枚ずつカード出していきます。過去が、クローバーとタワーが出てたから、こう秘密を守り通すというか、なんかなんていうのかな、こうあんまり外でデートできなかったりとか、会うのはこう どちらかというか、あなたの例えば家だったりとか、例えばホテルだったりとか、なんかそういう、こうなんかこう密室っていうか、そういうところでしっかりと愛を育んできたのかなっていう感じがする。そして今が、今がね、この棺桶とハートが出てるので、恋がやっぱりここで離れちゃってる、別れちゃってる。この棺桶っていうのは終わりっていう意味もあるんだけど、休憩っていう意味もある。休憩っていうのはなんていうのかな、もう一回頑張れるための、その今離れてる期間っていうことで読むこともできる。そして未来がコウノトリですよね。コウノトリに、ああここでも鎌が出たね。さあこれがね、この鎌がどっちに出るかですよ。どっちに出るか。そしてアドバイスがキーとライダー。ああこれね、連絡、これ連絡、例えばあなたが、一番のあなたが例えばブロックしている側であれば、もうそのブロックを外してほしいし、もしあなたが迷っていたりするのであれば、ぜひ連絡してほしい。それでも既読にならないとか、ブロックされてるとかであったとしても、なんていうのかな、こう連絡することをやめないでほしい。どうしてかっていうと、やっぱりこれがこの2人の風をつなぐことが、2人の解決策になるっていうふうに出ていて、で、あの人の気持ちがネズミと道、やっぱりね、迷っているし不安なの、あの人が。そしてあなたは鎌と木、ちょっと今精神的にむちゃくちゃ落ち込んでますね。なんか睡眠とか食事とか、そういうところがすごく心配です。そしてここに蛇が出ていて、蛇と手紙か。よいしょ。まず、あとで、まあちょっとこう、月々のカードでいつ連絡が例えば取れるかとか、復縁できるかっていうのを見ていくんだけど、ちょっとこれ補助カード出しましょうか。蛇と手紙の後がね、さて、おリングが出た。リングが出て、また蛇が出たね。もし、そうだな、一番の方が複雑な関係が嫌で、一番の方からお別れをしたのであれば、で、あの人っていうのが、このやっぱり迷ってるってすごく出てるんですよ。まだ決断をすることができない。なぜならば、やっぱり自分の環境をそうそうこう簡単に変えることができないから。そして蛇がこれだけしょっちゅう出るっていうことは、もし一番のあなたと復縁をしたとしても、もう ここの人は変わらないのかなって気がする。まあすぐには離婚できないし、すぐには別居できないしっていうふうな形で、こうこの関係が続いていく上での復縁は、可能性はあるのかなって思っていて、もうちょっとカード出してみようかな。ここで2話、
道ですね。通り。手紙。はい。今のところですね。まあちょっと補助カードでこうね、出してみたんだけれども、あの人の、まあ、誰かっていうものは変わらないかもしれないけど、あなたとのことは今こういうふうにこう休憩っていうか、棺桶っていう離れるとか別れるっていうカード出ているんだけどですよ。もしかしたらこの来月、チャンスが、大きなチャンスがあるかもしれない。そしてそこからね、手紙、コミュニケーション、連絡が取れる。そういうカードが出てるので、私は今の、この離れてるとか、そういう状態からは、前に進んでいくと思う。そして、このアドバイスがとにかく、この、連絡を例えばすることとか、二人が新しい関係を始まること、それを諦めないでっていうふうに言ってるから、アドバイスとしてはすごく前向きなアドバイスが出ている。そしてここに、釜とコウノトリが出ていて、釜っていうのが、こう、バッサリ終わるっていう意味もあって、それが、今の一番の方のこう精神状態とか健康状態を表しているのかなって思うんだけど、ここの未来の釜は頑張ったことを収穫する時期、二人がまた飛び立てる状況、まあこれが連絡が取れるとか会えるとかね、復縁っていうことを表しているのかなって思う。ので可能性は私はあると思う。ただもう一回言います、ここに蛇がね、これだけゾロゾロと出てるので、あの人のいわゆるプライベート、あの人の今抱えてる問題は早々には解決そこはできないのかなと。ただあなたとの関係は、今のこのね、こう音信不通とか、ね、お二人は今離れているっていう状況は、ここは大きく変わっていくって出ている。今のところまあこれ、まあ作ってるのがまあこれ11月なんですけど、早ければ年内に何かこう動きがありそうっていうふうに出てるんですよね。で実際にじゃあこの中で私はもう連絡、まあ、この、まあ、12月。まあ、そして、まあ、ここにね、蛇は出ているんだけれども、まあ、ここにもね、手紙っていうカードが出てたから、まあ、12月、1月。もしくは、これ見ていただいてた時が、あのね、全然別の時であれば、今見ていただいてる時の次の月と、その次の月。1ヶ月後、2ヶ月後に連絡とか、二人の関係は大きく動くって出てる。で、それプラス、ここで、じゃあ二人が、連絡は私は取れると思ったから、じゃあ復縁が、じゃあズバリ、ね、この、これ一年なんですよ。12ヶ月だから。いつじゃあ復縁が、できるのか見てみようかな。一番の方がね。4月の、カードを、4月の意思行きましょう。4月のまたカマが出たね。1日。ああ、2日。4月の2日。もう月ってこれ、ルノルマンの月は、もう
恋愛の成就とか、もうお互いに好きとか、そういう気持ちがあるから、これ2日の日、何曜日でしょうね4月の2日の夜のデートで、うん、お互いの気持ちがわかるとか、なんかこう2人がいわゆる昔の言い方で言うとベッドインって言うんですか今風で言うとなんて言うんだろう、まあ愛し合うってことですねうん、これありそうですよ、4月の2日うん、4月の2日いや、いいな、もうここでいいカードが出た。うん、で3、4月の3、もうあの人があなたに夢中になる。うん、いや、もういいですね。うん、4、あ、不安にならないでね。これ雲が出ていて、まあの人の状況は変わらないかもしれないんだけど、うん、あの2人がね、これだけこう時間をかけてこうしっかりと復縁につなげていくんだろうと思うので。そして5、ね、これは魚、この日もアルコールとか体の関係とか、うん、そういう意味もあるので、やっぱり2人の、まあ、関係っていうのはこうずっと穏やかっていうよりは、やっぱりこう波が若干あるかもしれないんだけれども、もうこの4月2日にしっかりと愛を確かめ合って、お互いの気持ちが分かるとか、うん、一緒になるとか、つながるとか、復縁するとか、そういうふうに出ていますよ。うん、最後にアドバイス見てみますね。さあ、このカードではね、じゃあ1番の方に何て言うかね、ここでよいしょ、はい、まあこれがね、この1番の方へのアドバイスとして見るし、あと、まあこのお羊座っていうのも、まあ、メッセージを受け取りたいと思います。まず言葉が愛がきらめく、やっぱお互いの気持ち、それがやっぱり、お互いに忘れられないっていう意味なんじゃないかなって思います。そしてあなたが、まあ、連絡をこうしたいって思う時、まず天使さんに、ね、今から連絡をするんだけれども、どうか見守っていてくださいって感じで、ぜひ天使さんにお願いをしてほしいです。そしてあなたにとってのラッキーアイテム、これがお羊って出たんですよね。で、お羊座っていうのは、色で言ったら赤とかオレンジ、そしてあと頭を表すので、髪の毛をツヤツヤにすることとかをおすすめしたい。あとこうすごく押すんですよ、お羊って。待つっていうよりも押して積極的に行って、なんか取り戻すっていう意味があるので、やっぱりそのあなたから行くこと、あなたから動くっていうことがこのカードたちは言ってくれてるかなっていう感じがするので、なので私は早ければもう来月、今が11月だとすると12月、あとね、そうじゃなかったら来月、再来月には連絡が取れていく。そして4月、4月の2日には、もう会える、デートできる、そういう感じがズバリと出ました。あれだけね、あの人の気持ちが迷ってるんだけどあるんですよね。ただ複雑な状況っていうところで、あの人がこう積極的に動けないっていう風に出ているので、もう一番のあなた次第かなっていう感じがしました。どこをゴールとして目指すのか、これが一番の方へのメッセージです。ね、どうぞ復縁できますように。
応援しております。はい、じゃあ2番の方見ていきたいと思います。まず、あの人があなたに対する思い、現在の未練、そこから見ていきたいと思います。もう一回じゃあ行きましょうか。じゃあまず、はい、あの人の気持ちです。吊るされた男のリバース、すっごいあの人苦しそうですよ。そしてコインのエース正位置、すごい、やり直したいんじゃないかな。あの将来の約束とか、してたんじゃないかなって気がするんだけどな。そして、はい、コインの3、あの人、諦めてないです。2番のあなたのことを、今離れて別れてむっちゃくちゃ辛いって言ってるんですよ。吊るされの男ってそもそも辛いのに、そのリバースですよ。もう身も心もきついって言ってて、でコインのエースの正位置、コインの3の正位置だから、こうあの人の中では、まあ、この今この試練をなんかこう本当にこう血の涙を流しながらこう耐えてるような感じがするんだけど、来年の例えば1月から3月の間には例えば連絡取るとか復縁するとか、そういうことを考えてるような気がするし、時期によってはこう今からこう1ヶ月から3ヶ月。なのであの人がこうすごい苦しい思いしてるんだけど焦ってない、むしろこうしっかりとこう、この離れてる期間というか別れてる期間っていうのもこう2人のために大切だし、あの人はこう今がこの離れたっていう感じじゃなくて、なんかこうステップするために今離れてるんだっていうふうに言ってるような気がする。ちょっと言葉がなんか抽象的になってしまったんだけれども、そのこれで終わりじゃないってあの人がまず言っていて、そして、はい、ソードの10リバース、ほんときつそうですね。そして、はい、カップのナイトリバース、想像の8リバースか。しんどそうだなあの人。いやーきついな、あの人がむちゃくちゃ今きつそうだな。もうね、こっちでも吊るされてるわけですよ。でね、こっちはこっちでね、もうこのソード剣でバンバン刺されてるでしょ。いやーきついよな。なんかすごく後悔してるようにも見えるんですよね。もしかしたらこの人がなんかこう例えば浮気をしたとか、そうだな、なんかこうそういう感じのこととかあったかもしれなくて、今なんか自分が罰を受けなきゃいけないとか、そういうふうに思ってるようにも見える。でこう自分が悪かったってすっごく言ってるかな。むちゃくちゃなんかこうあなたを、2番のあなたを傷つけたことをものすっごく申し訳ないって思ってるし、
なんかその苦しみを今あの人が、うん、一緒にこう受けてるような感じがするんです。うん、はい。そしてじゃあこの人の、まあ、未練っていう意味で、まあ、見ていきますね。ソードの5、ワンドのキングリバース、ワンドの8。連絡、そうね、なんか連絡をしたいんだけど、まあ我慢してる。まあ紳士淑女協定というか、こうなんかこんな思いをさせたのに、なんかもう自分からのこのこ連絡できないみたいな、こうそういう気持ちがあるみたいで、すごく我慢してるみたいなんですよね、あの人が。で案外この方は今仕事とかも少しこう集中ができなかったり、したり、もし家庭とかがあるのであれば、なんかその中でもなんかおかしいなとか思われていたりっていう感じがするぐらい、なんか態度がいつもとはやっぱり全然違うと思うんですよね。でこのね、未練があるかっていうと、もうワンドの8、本当は今すぐねこの矢を投げたいっていう意味で、飛ばしたい、あなたに連絡を取りたいっていうのがすっごく出てるので、やっぱりまあむちゃくちゃやっぱり、まあ、どのカードを見ても、未練あるかな。ちょっとこちらのカードでも見てみますね。はい、お待たせしました。今回トータルで見ても、やっぱりなんかね、あの人がこうやっぱり謝ってるかな。すごくこうあなたに許してほしいっていう感じがすごくあって、これなんか結婚とか婚約とか約束、なんかそれが障害になっていたのかな。あの人にこうなんか家庭がね、まああったとか、なんか将来の約束をしてたんだけれども、なんかあの人がなんか急にそれがそれをできないって言ったとか、まあ例えば婚約破棄とかね、そういう感じにも見える。でも今は、あなたのことをねとても大切にしたい、なんか自分ファーストじゃなくてあなたのことを一番に考えているっていう風に出ているので、私はこの2番の方、なんかものすごく大きい出来事とか、ものすごく傷つけられることとかがあったのかなって思って、それをあの人がしたような気がするんだけど、そのことに対してあの人がむちゃくちゃ後悔と反省と、もうごめんなさいっていう気持ち、そしてすごいこう苦しみを、なんか今なんかこう自分が悪いんだ、自分が罰を受けないといけないんだみたいな感じで、なんかねすごく今そういう状況みたいです。悪いのが俺、悪いのは俺だみたいな。でもこうやっぱりこう諦めてない、連絡を取りたいっていう気持ちもすごく出てるかな。じゃあ実際にこうお二人が再び接近することができるかとか、その後どうなっていくかということを見ていきたいと思います。はい、じゃあ2番の方、これダブルルノルマンになるんですけれども、まあ、2人がこれからどういうふうに
接近していくのかとか、どうなっていくのか、復縁ができるかどうか、見ていきましょう。ここにね、山が出ましたね。こう我慢とかね、時間がかかるっていうのもあるんだけど、でも諦めなければそのね、やっぱ山って乗り越えれるんですよね。じゃあ見ていきます。ルノルマンカード、まず過去が百合のカード、そしてやっぱり出ましたね、現状山。そして未来がライダー、これ連絡するとか新しい始まりっていう意味もあります。カードをね2枚ずつ出していくので、そしてアドバイスが魚。ここがあの人の気持ちです。あの人の気持ちがタワー、これルノルマンのタワーとタロットのタワーは全然違うので。そしてあなたの気持ち、太陽大好きなのかな。そしてまあ2人の、まあ、未来とかね、まあ、復縁の可能性と鎌が出たね。じゃああと1枚ずつ出していきましょう。まずは過去に百合とリングが出てたから、なんかこう、やっぱりね、結婚の約束とか、こう2人が長い付き合いだったとか、あと出会った時にやっぱりこうなんか結婚してたっていう可能性もあるのかなって思って、そういうものが過去のカードで出ていて、そして今ここに山と星が出てるから、今はまだこのね、願いがいわゆる叶うのにはもう少し時間がかかりますよって言ってる。山だからなんか障害があるとか、こうこの山を越えないといけない、そのために少し時間がかかるとは出ている。でも時間がかかった後にね、星だからね、可能性があるかないかっていうとあるよね。そして未来がライダーですよね。ライダーに船、ああ2人の関係が動き出すな、連絡を取り始めるとかね、それが出ていて、アドバイスが魚と怒り。二人のね、ご縁の強さを表しているような気がする。そしてあの人の気持ちがタワーとタワーです。またこれも珍しい。むちゃくちゃ我慢してます、あの人が。孤独に耐えてる。あなたの気持ち。おお、太陽と星。むちゃくちゃあの人のこと大好きじゃないですか。もう天体カードバンバンって出てるから、もう大好きでしょうがない。でもこれだけ今でも大好きなのに、やっぱりこう離れたっていうことは、やっぱりこうそれだけの、まあ、例えば裏切りだったりとか嘘っていうのがあったのかなって思う。もうあの人もむちゃくちゃ我慢してるし、もうギューって我慢してます。そして結論が釜と子供。子供が原因なのかな。子供がこう大きくなるまで待たないといけないとか、そういう感じなのかな。でもここだな、2人がね、もうこう連絡を取り合えるとか取り合う、
こうきちんとこうスムーズに動き出すって出てるんですよね。まあ、ちょっと釜の跡見てみましょうか。本、開かれた本ですね。ハート。あ、復縁しますね。あの2番の方。復縁はする。するし、今、まあこの動画を見ていただいているのであれば、まあこの来月、なんかもう連絡が取れるって出ていて。そして、まあこういうこう子供の問題だったりとか、あとはこう年齢差がある恋、そういうことがかもしれないんだけど、そういう問題を乗り越えるというか、こう切り取るって感じがするんですよ。そしてハートがね、やっぱ出たので、でも秘密の恋なんですよね。ああ、このまま終わらないって出てますね。そして、このね、お二人の、まあ、ここの、絆も、やっぱりこう、強いんですよね、つながりが。そして、アドバイスで、アルコール。なんかこう、やっぱり、なんかこう、なんかちょっと飲みに行こうみたいな。そういう感じで、きっかけを作るのが良さそうな感じがするし、なんか、馴染みのバーとか、馴染みのお店。なんかそういう部分、そこがいいよっていうことを言っていて。アルコールの力も、もし飲めなくても、ノンアルコールとかでも全然いいんだけれども、なんかそういう雰囲気も含めて、そういう、こう、なんか場所からのこうパワーをもらうとか、雰囲気を大切にするとか、そういうのもすごく良さそうなんですね。で、まあ、ここでね、まあ、時間がかかるかもって言ったんだけど、あなたとこのね、お相手様っていうのが、やっぱり、まあ、ここで子供のカードも出てるから、よっぽどやっぱりこう、障害が大きいんだと思う。乗り越えないといけないものっていうのが、ものすごく大きくって。でも、乗り越えれるからやっぱり星が出たのかなと。願いが届く。状況にいるんだけど、もうちょっと時間かかるんだとか、本当の意味のこの山っていう問題解決をするにあたってっていうことも考えられます。子供が大きくなるまでとか、なんかそういう、こう数年単位のものを表しているのかもしれない。でももうここで2人の関係が船に出るっていうことは、今山で立ち止まっていた状態から動き出す。そして新しい連絡とか、新しい風とか、新しい二人の関係っていう意味もあるので、もうこれは来月。まあこれ1、3だから、もう早いうち。もう来月、早々とか。そういう感じで出ていて、もう連絡が取れて、そして、まあ、若干、もしかしたら、まあ、2週間か1ヶ月ぐらい、時期が空く可能性あるんだけれども、やっぱり2人の恋が始まっていく。再び、つながっていくっていうふうに出ています。で、あの人が、今回タワーがね、ダブルで出たんだけど、やっぱりこの孤独寂しさの中で、あの人がやっぱり感情も出さずに連絡もできない状態で、あの人がぐっと我慢してる、耐えてる、これがあの人の気持ち。まあ先ほどもね、散々出てましたけどね。で、あなたはっていうと、もう太陽と星がもう出てるから、もうお相手様のことが、もう運命の人だし大好きでしょうがないっていう風に出ていますよ。だからこれは、私はまず、もう来月早々に動くと思います。
じゃあ実際に、まあちょっとどのカードが出るかわからないんだけど、連絡か復縁かわからないんだけど、実際何かね、何がこう二人のこうプラスの出来事がまず何月に起こるのか、それを見ていきたいと思います。はい、まず3月です。3月のじゃあ何日かっていうことを見ていきますね。行きましょうか。あ、もう3月1日です。もう3月の1日。私はこれ復縁だと思います。1日、もう手紙、もうやり取りとかも全然普通になってるし、棺桶。3月の3日は、連絡は取らなかったりとか会わなかったりって感じかもしれない。4、ほらもう連絡コミュニケーションがすごく密になってますよ。5、3月の私は1日か5日、この時に、2人がいわゆるこう再び深い関係になっていくっていうことを表しているので、もう素晴らしいカードがもう1日に出たので、もうこのパイシーズの3月の1日、この時があなたとお相手様が、私はもうこの日に復縁すると思います。アドバイスも一緒に見ていきますね。今さまこのカードとね、このカードと魚座のカードと、この魚と怒りね、魚も魚座だしね。あとはこのエンジェルアンサーも見ていきます。はい、脳が出ました。はい、よし、じゃあこの脳が、はい、この脳の意味が分かりました。あの2番の方ってむっちゃくちゃお相手様のこと大好きですよね。で、大好きだし、すっごく愛されたい。愛されたいし、むちゃくちゃ尽くすと思います。もうそれこそ本当に、身も心もって感じがするんですね。もう尽くすことがあなたの幸せみたいな。もう相手の喜ぶ顔が、もう私の幸せみたいな感じがして、こうすごく、こう頑張りすぎる部分、尽くしすぎる部分があるから、そのどっちかっていうとこう恋愛依存になっちゃう。そうじゃなくて、こうこの恋愛、この恋愛を復縁することはなんかもう全然問題がないと思うんです。ただ今までと同じスタンスではなく、こうこの2番の方が例えばもっと仕事も頑張るとか、もっと自分の時間も過ごすとか、こうそういう今までの自分と違った形で復縁すると、あ、きっとこの今までと同じ流れにはならずに、いい形で復縁ができて、その後もうまくやっていける。恋愛依存、頑張りすぎる、尽くしすぎるっていうのはダメだよっていう意味かなというふうに思いました。もう来月の早々と、そして3月の1日とということで、カードがはっきりと教えてくれました。はい、これが2番の方へのリーディングです。どうぞね、いい流れが来そうなので、きっと頑張れるか。はい、それでは3番の方のリーディングをしていきます。あの人が
あなたに対する思いと現在の未練というところからまず見ていきたいと思います。こちらタロットカードです。シャッフルは終わっていて、見ていきますね。まずはあの人がね、あなたに対する気持ちはソードのナイト、リバースが出ましたね。動けないとか、今はこう距離を距離を取ってるっていう感じかもしれないカード、ラバーズも出ましたね。ラバーズも出て、コインのクイーンのリバースか。あなたに、3番のあなたに、あの人はねえ、ズバリ連絡を取りたいし、会いたいし、声が聞きたいとか、そういう気持ち出てるんだけど、なんかそれができない状況がみたいですね。こうあの人から動けないとか、なんかこう大きな妨害というかね、人、他の異性がいるのかなって感じがします。その人に例えばなんだけど、こうバレたとか、そういう感じかなと思いますね。まあなんかこうお母様に例えば反対されてるとかっていう人もいるかもしれないんですけれども、なんかこうどなたかがいて、まあその人がいるから、このお相手様がこう自分の意思で自由に動けない。ちょっと見ていきましょう。次はね、中間意識です。カップのページ正位置が出て、カップの6リバースを、全部カップが出ましたね。カップの2のリバースです。あの人はここに中間意識すべてにカップのカード、感情と愛情のカードが出てるので、これはあなたのことを思い出してるし、恋しがってるし、またねこうつながりたいっていう、再会とつながりたいっていう気持ちがすごくある。なんかすごく3番の方のなんていうのかな、こうな、匂いだったり声だったりっていう、そういう感覚がすごくあの人の中ではこう忘れられない、すごく出ていますよ。そしてまあね、一番深い気持ちのところで、まああの人の未練、そういうものを見ていくんだけど、カップの5、ここでもカップですか。ソードの3リバース、ストレングスのリバース、なんか今現在はこうなんか二人がこう離されたような感じがするんですよね。でそこに対して、なんか今あの人っていうと、もちろん悲しんでるし、
をあなたがいい、なんかいなくなって、お相手様のこう生きがいがこうなくなったような、そんな感じだし、うん、まあ、失恋っていうカードも、うん、出てるので、かなりお相手様をこうショックが大きいのかなって気がするんですよね。で、でもここにね、まあ、力のリバースも出てるから、なんか今はまだなんか今の状況にこう抜け出せないというか、こう動ける元気とか勇気とかそういうものがなくって、今の例えばね、歩いててこう穴に落ちたとします。普通だったらね、ああそこの穴から出ようって思うんだけれども、今はその穴にこう落ちてて、その穴から抜け出す気力もないみたいな。なのであの人からのなんかね、あなたの声を聞きたいとかなんか思っていても、やっぱり動けない、うん、動かない、動けないっていうのが出てるんですね。ここでもあの人の気持ちを見ていきましょう。なんかね、未練があるかっていうとあるんだけど、あの人もすごい今どん底に落ちてるから、ね、復縁のカードもね出ていて、離れられないカードも出ていて、トータルで、まあ、あの人のこう気持ちっていうのを見てると、あなたからのメッセージとか連絡を待ってる部分があるかもしれない。でもその間にこう邪魔になる人がいるみたいだから、こうもしかしたら連絡を取りたくてもなんかこうブロックを例えばさせられたりとか、連絡先をなんか消すように言われたりっていうことがあったのかもしれない。あの人がね、とにかくね待ってるんですよね、あなたのことを。そしてむちゃくちゃ思い出してる、もうむちゃくちゃ思い出してるし、もうとにかく復縁をあの人はものすごく望んでいる。そして、まあ、一番深い、まあ、気持ちとか、あとは、まあ、あの人の、なんか未練っていうことを見てると、本当は、まあ、こうなりたかったのにっていう、ね、例えばリングを渡してますとか、もう二人はもうギュッて離れられない関係とか、そういうことをあの人は望んでいた。でもなんかこう今こうこの状態になるあの人のパワーがないんですよね。とにかくあの人もすごく落ち込んでいて、ちょっと感情がなかったりとか、あんまり眠れてなかったりとか、そういうことをこう言ってるような感じなので、今から2人の未来、復縁の可能性があるかどうかっていうのを見てるんだけど、見ていくんですけど、なんかあの人も、なやっぱり三角関係っぽいんだよな。そこの人にこうなんかバレて無理やり感っていう感じが見えるかなと思うので、じゃあ今から2人が接近するかとか復縁できるかっていうのを見ていきたいと。はい、じゃあ3番の方見ていきます。これはルノルマンカードが2枚ずつあるダブルルノルマンです。
じゃあ見ていきましょう。はい、まずお二人の過去が道。船。未来がリング。アドバイスがワンちゃん。ここがあの人の気持ち、あなたの気持ち。あの人の気持ち、ネズミ。あなたの気持ちは庭。そしてまあ二人の未来。おお、ハート。すごいですね。あと一枚ずつカードを重ねていきます。過去の段階で、道と棺桶が出てるってことは、こう、別れ話が、こう、出ていたって感じなんですよね。何か、なんかこう、問題が、例えばね、起こったりとかすると、なんかこの分岐点で、こう、考えていてっていう感じが出ているんですよね。そして、まあ、二人は別れを選んだっていう感じが出ている。そして、今が船でしょ？船と鳥。先ほどのあの人のカードを見てると、私は連絡が取れてるように見えないんだけど、これからの1ヶ月、これ、連絡が取れる可能性が出てくるのかなと。船、二人の関係がね、前に出ていきますとか、動き出すっていうカードと一緒にコミュニケーションのカードが出てるので、こう、今まで例えば使ってなかった何らかのアカウントを例えば作るとか、見つけるっていうこともあるかもしれないんだけど、動いていきますよ、二人が。連絡が取れるような、その未来がこう今からの1ヶ月で出ています。そして、おー、すごいですね。ここにはリングとキーという、もう二人がこうきちんと約束ができるとか、こう復縁ができるところまでカードが教えてくれてるな。あ、ここで、まあ、例えば連絡取れるでしょ。連絡が取れて、この再会とか、約束ができるっていうところまでカードは教えてくれている。そしてアドバイスが、家と、ワンちゃん、結婚してる友達とか、が、なんか、この人って言えばいいのかな？がアドバイスとして出てるし、もちろんお二人の関係性とかにもよるんだけれども、この結婚を意識するとか、一緒にこう住むっていうこととか、まああとは、まあ家で飲むとか、そういうのも良さそうなんですよね。ワンちゃんが出てるから、ホームパーティーとかもいいのかなって感じがします。こう仲のいい友達を呼んで、みたいな。そしてあの人の気持ちがネズミと本なんですよね。この本っていうのは閉ざされてる本だから、なんか気持ちをこう隠してるんです、あの人が。そしてネズミと一緒に出てるから、なんか気持ちはちょっとかなり、なんかこう落ち込んでたりとかボロボロだったりとかするんだけれども、それでも、なんかこうどっかでやっぱりこの連絡を、待ってるあの人がいる。このお相手様からのアクションっていうよりも、あなたからのアクションをあの人がやっぱり待ってるような気がして。そして、あなたの気持ちが、あの人のカードが出ましたね。あの人のカードと庭が出てるので、なんか共通の友達とか、
なんか会社だったり学校だったり、なんかそういう、なんかこう、案外そういう近い感じがするんですよね。で、結果が、タワー。これ、タロットとルノルマンのタワーは全然違うので、ハートとタワーが出ていて。二人の関係が、これね、修復できて、これ復縁のところまで、これやっぱり表してくれてるんじゃないかな。連絡、会う、復縁っていう感じが、すごくするかな。もう少しカード出してみましょうか。ね、またここでもキー。ね、ここの扉。二人が、いわゆる、次の扉に向かって、この扉を開けるキーが、解決ができますよっていうことを言っているし。花束。もう恋愛のカードなんですよね。サプライズプレゼントっていう意味もあるし、愛情っていう意味もあるし。ああ、やっぱりいいですよ。ああ、ここまで出ましたね。で、やっぱり、今から、じゃあちょっとズバリいつかっていうことを見ていきたいんですけど、なんかこう、原因があって、二人が離れること、別れることを決めたっていう感じかもしれないんだけれども、この別れるっていうこと、離れるっていうことがもうすぐ終わって、なんかまず連絡っていうところに動きが出てくると出ているので。そしてあの人がね、なんかひたすら寂しい思いをしながら待ってる。そしてあなたはっていうと、あの人のことを待ってるかもしれない。お互いにこう待ってる状況かもしれないんだけど、これは先ほどのあの人の気持ちを見る限りは、このなんかアクションっていうのはあなたからかなっていうふうに思っています。じゃあズバリこう、これからの1年でなんかいつがこうキーポイントになるかとか、ちょっとね、連絡復縁、どのカードがね、どうなっていくかわからないんだけど、でももうここで復縁とまで出てるからね、さあ、二人にとってのなんか重要な、これかな？時期見ていきますね。3月です。3月の、じゃあちょっと何日っていうところまで見ていきます。3月の1、2、3月の3、ここもリングで、ここもリングでね、3月の3、約束。約束っていうカードとか、あとこれ、プロポーズとか、結婚っていう意味もあるから、なんか3月3日。ひな祭りの日、何かあるかもしれませんね。3月の3。ね、4。これも、ライダー。連絡。新しい風。5、またここでも船がね、出て、もしかしたら3月の5日、旅行に例えば行ったり、例えば引っ越しとか下見とかですね。そういう可能性もある。3からなんかすごい順調。4、ね、ここワンちゃん。やっぱね、いいですよ、流れ、すごく。5、ここでね、ネズミのカードが出ていて、もしかしたら、お金を使いすぎたりとか、心配事ができて、できるっていう意味かもしれない。そして、道。7、カマ。そしてまた手紙のカード。
出て、ね、どこまでカードを出そうかなって感じがするんだけど、ヘビー。お二人の間でもしかしたらここに、金銭的な問題とか、なんかあるかもしれないんだけど、やっぱりここも乗り越えれるって出てるんですよね。またなんか二人できちんと話し合えるって出ていて、で、ヘビっていうのが、全部が全部ライバルっていう意味ではなく、なんかこう知的な女性だったり、なんかすごく頭をこう使っていくっていう意味もあるので、こういうこう金銭的な問題だったり、そういうのも、2人でなんか節約とかこうしていこうとか、そういうもので解決ができていくのかもしれない。そうするとその後の月っていう、またこれも素晴らしい素敵なカードが出ていて、すごくロマンチックな夜とか、2人がもうこうお互いのこう好きっていう気持ちが溢れ出すとかね、そういうふうに出ているので、もう今のところ3月の3日に、すごくすごくなんかね、素敵な嬉しい出来事があるんじゃないかと思ってます。じゃあ最後にアドバイスを見ていきたいと思います。このカードもね、アドバイスで、このね、パイシーズも出していきます。じゃあ3番の方。案外ね、その動きが早かったですね。動きが早くて、そこが良かったです。じゃあこれ。Oh, next few months. やっぱりこの3月までに何かが起こりそうですね。すごくこう時期のか、ね、時期を表すカードがすごく出ました。あなたへのアドバイスが、私はね、これすごい嬉しい意味で、なんか一緒にやっぱり住むとか家族になるとか、こう結婚とか、あとこう友達になんかね、紹介するとか、なんかそういうことがなんかあるのかなと。で、月復縁した時にはやっぱりこう将来のことも考えていくのかなって思うし、そのゴールが案外早いかもしれない。このね、このほんと数ヶ月で驚くぐらいの状況変化、それが出てくるよっていうことを言ってくれてるような気がしますよ。3番の方、かなりポジティブな、なんか内容が出たような気がしました。そしてあの人は今なんかね、こう穴に落ちたまんまで、なんか今自分で立ち上がれないっていうふうに私は感じたので、あなたの方から、実際に動いてみて、これ早いと思います。これから、早くて、このね、3日から2週間以内にあなたの方から動いて連絡があるとか返信があるとか、そういう感じになっていくんじゃないかなと。ここが来たらもう本当にトントン拍子で、約束をして復縁をしてっていう感じになっていくような気がしています。これが3番の方へのメッセージです。どうぞ。